はい。ではこっちは麹が多いバージョンの方、こっちがおからでこっちが麹で、麹が多いのでこっちの方は豆乳も使っていきます。おからが多いと、じゃあ塩切りこうして、おからがね多いとすごく、あの湯気さんのところのおからっていうのもあるんですけど、しっとりしてるんですけど、麹が多い方は水分を入れて入れてあげないといけないので、この豆乳もあの調整はしていく感じで、団子になるように調整をしていきますね。麹を殺す。麹菌ってこのまま放置しておくとすごい力が強くて、70度とかもうそれぐらいになっちゃうらしいんですよね。でそうなっちゃうと、あの酵素で、あの70とかいくと死んじゃうじゃないですか。だからこのまま放置したら、あのせっかく の酵素が死んじゃうので、で、あのお塩で殺すってことがすごく大事になってくるんですね。で合わさってしっかり塩切り放置できたら、おからを投入していきます。これがしっかりまとまるぐらい豆乳を入れてきます。グーにしてってもまだちょっとまとまりが、ちょっと全部入れてもいいかな。結構まとまってきたので、まあ団子にして詰めていきたいと思います。お豆腐屋さんありがとう。あ、でもね、あの豆からねしっかり煮込んでふみふみしてっていうのもねいいですよね。ちょっと豆のつぶつぶ感が残る感じも、なんかみんなで仕込んだりするのもね楽しいですよね。でもやっぱいろいろあるじゃないですか。なんかご飯作ったりお掃除したり、なんでお仕事したり、それでも手作りのお味噌作りたいなっていう方、辛味噌めっちゃいいと思います。お豆腐屋さんによって使ってるお豆とかいろいろ違ったりすると思うので、まあ信用できるお豆腐屋さんに、あのお豆腐屋さんのおからをあのお願いするのが一番いいかなと思います。同じように袋を善玉環境にして入れてきます。ちょっと目の下に書いてますね。本当に簡単すぎて、人によっては30分でできるかもしれないですね。密閉していきます。いよ、みちみちのいい感じに、おからの書いていきたいと思います。できました。